前代未聞の買収事件であります。広島の選挙区による河井案里氏の判決が今日言い渡されました。有罪ということで、河井氏においては控訴などせず一刻も早く議員辞職をするべきだというふうに考えます。コロナの状況で国民が非常に厳しい状況に陥っている中で、河井案里氏が議員であり続け歳費を受け取り続けることに到底国民の理解は得られないと考えます。自民党にも大きな責任があると言わざるを得ません。一日も早く河井案里氏を議員辞職をさせて、そして非常に関係が濃かったと言われる菅総理自身にもこのことについて説明を求めていきたいと考えます。私から以上です。質問のある方、社名とお名前を挙手のようにお願いします。1番、2番、3番。共同通信の小野さんです。今あの話の中で菅総理にも説明を求めたいということだったんですけれども、どういった場を想定してのお発言でしょうか。まあ、これから特捜の審議もありますし、予算委員会もありますし、総理が国会に出てくる場面は数多くあると思いますので、有罪判決を受けて、菅総理も官房長官時代応援にも入っている映像もあるわけですから、まあ、このことについての説明を強く求めていきたいと思います。今日参議院の本会議の菅総理の我が党の水岡会長に対する答弁については、私もいささか驚き呆れました。ほとんど具体的なことに対する言及はなく、国会で誠実に答弁をする姿勢がみじんも感じられない、そんな内容でした。国会で説明をするということは、答弁をするということは、そのまま国民に対して答弁をすることに、等しい行為です。で、このことについて何ら具体的にも根拠も示さずに、抽象的な非常に短い答弁で、済ますということは、立法府に対する冒涜であるとともに、それは国民に対して説明を拒否していることと同じことだと考えます。非常に不誠実な答弁だったと言わざるを得ません。まあ、残念です。すみません、朝日新聞今度ですけど、あの河井さんの方に戻るんですけどね、あの自民党はあのもう党を離れているのでということで、あまり説明責任をしっかり果たすというのは最初ないと思うんですけど、片方であの1億5000万円とですね、党のお金を、まあ、法案に使っているわけだから、そこに説明責任全く果たさないで、もう離党されたからというような言い逃れというか、そういったことが逃げている自民党に対してはどう思いますか。いや、先ほども自民党に大きな責任があると申し上げた通りです。河井案里氏の参議院選挙に関しては今3つの裁判が行われています。秘書についてはもう有罪が確定をし、連座の争いをしています。夫の河井元法務大臣の裁判も続いています。そして本人が今日有罪判決です。こんな状況を引き起こした、購入をした、そして1億5000万もの資金を提供した自民党に責任がないはずがありません。安倍前総理、そして官房長官であった菅総理にも当然責任があると考えますし、そのことに対して説明をするのは当然のことだと
思います。離党だと言って逃げられるものではありません。ましてや河井案里氏、河井元法務大臣ともにまだ議員の議席を持って歳費を受け取っている。これは国民感情としては到底許されるものではないと考えます。他にありますか。フランス店の及川と申します。枝野代表もご出演されたクローズアップ現代のことで伺いたいんですが、二階俊博幹事長もお出になって、武田キャスターが、コロナ対策について政府の対策は十分なのか、さらに手を打つことがあるとすれば何が必要かと質問すると、声を荒げて、それじゃあ他の政党が何ができますか、他の政治家が何ができますか、今全力を尽くしてやっているじゃないですか、いちいちそんなケチつけるもんじゃないですよというふうに発言しました。まあ、このケチをつけるなっていうのは野党やメディアに対してのものと思われますが、福山幹事長はどのように受け止められたでしょうか。まあ、野党やメディア、国民からの声や要望、提案をケチと表現をすることに非常に違和感を感じます。また野党に何ができるか、他の政治家に何ができるか、我々はやらせてもらえればやる準備を、今整えながらこの国会論戦に挑んでいます。それならいつでも変わる覚悟は我々にはあるということを申し上げたいと思います。まあ、いささかケチという言葉は、まあ、不適切だなというふうに率直に思います。ありがとうございます。他にありますか。日新報新聞川口です。河井被告の件のものでます。先ほど菅総理の説明の場を、まあ、国会でということでしたが、今特措法などコロナ関連の審議をする中で、その中でも、まあ、こういった疑惑の追及というのが一部批判も出る可能性もあると思うんですが、その時の考え方について。いや、これはそもそも菅総理も自民党も、河井案里氏、そして河井元法務大臣も自ら説明をすれば、はっきりするものを国会に出ても来ない、説明もしない状況のままこういう裁判に入っていることに対して非常に強い我々は抗議の思いを持っています。我々はコロナの対策、特措法、そして三次補正の、組み替え、こういったものを真摯に政府与党にも受け止めてもらいたいと考えています。ただ国会の場は政府に対しての監視、与党に関しての監視の場でもあります。我々としてはこういった疑惑について国会の場でやりたくてやってるわけではありません。やらしている原因を作っている方が悪いに決まっています。それならばしっかりと菅総理も説明をするべきだと思います。昨日の本会議で、今日もそうでしたけれども、政治と金のことを聞いてもほとんど何も答えない。あれでは説明責任を果たしたとは言えないと思います。我々は決して国会の場でこのことをやりたいわけではありません。そのことについては強く申し上げておきたいと思います。すべて原因を作った方の問題です。他にありますか。よろしいですか。はい、お疲れ様です。